攻略本なんてあるんですかねって冒頭で言ったけど、はい、そういう人生のマニュアルみたいな、うんうん、幸せになるための攻略本マニュアルみたいなものっていうのをすごい欲してて、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースブリッジの北里洋平です。今日はですね、はい、洋介さんと久しぶりの新刊、テーマは人生の攻略本を作ろうと。そんなのあるんですかねそれを今日これからね、いろいろお伺いしたいと思って、はい、で普段、まあ、今まで何度もインタビューさせてもらってるじゃないですか、うん、で僕が毎回気になることを聞くと内容が偏っちゃうので、うん、今回は100問のですね質問を準備してもらったんですよ。あの一問一答2秒以内みたいなやつめちゃくちゃ苦手なタイプなの。あ、大丈夫です。やりきれなかったのはあのテキストで送るんで、テキストで答えを返してくれます。わかりました攻略本って、うん、我々こう小学校時代の時に、うんうん、こうゲームボーイとかファミコンとか出始めて、ドラクエあたりからですかね。そうだね。なんか攻略本読むと、うん、あっという間にこう先に抜きんでる人たちが出てきてみたいな、うんうんうん、すごいディスるってくるやついなかった。でもなんか意味ねえじゃんみたいなそうですね、そうですね。まあ一理あるとは思ってたけどでも強くなりたいとか、うんうん、まあ早くっていうよりも強くって感じだったと思うけど、うんうん、なりたいっていう思いの方が勝って、うんうん、攻略本を買ってたよね、うん、そうですね、うん、今出版社をやっていろんな本をうちでも出してるんですけど、うん、例えば人生とか世の中に出てこれが正解みたいなないじゃないですか、うんうん、でもそういうルールはないけどヒントはあると思っていて、うんうんうん、でそれはそれぞれの人に多分あって、でその人はそういうのを駆使しながら次の挑戦とかにトライしていくと思うんですけど、うんうんうん、今回その洋介さんの攻略法っていうのを聞いていければなと、うん、はい、俺もなんか子供の頃にすごいこう、まあ、今の位置から見てって感じだけど、もう早く幸せになりたいとか、早く悩みがなくなりたいとか、はいはい、早くこうなんていうかな、完成したいみたいなの思いが結構強かって、うんうん、でそれこそ、ね、攻略本なんてあるんですかねって冒頭で言ったけど、はい、そういう人生のマニュアルみたいな、うんうん、幸せになるための攻略本マニュアルみたいなものっていうのをすごい欲してて、で10代の真ん中ぐらいからなんか割とそういうのの言葉を集め出して、はいはい、で16でデビューして20歳の時に初めて本を出してんだけど、はい、20っていう、はい、その時にそこまで貯めてたなんかこう言葉をそこにぶちまけるっていう感じだったの、うんうん、でなんていうかこうそれの延長線上に今もいるし、うん、まあ紆余曲折上下左右あったけど、うんうん、なんかその気持ちっていうのは全然変わってなくて、うん、そう思うとでも意外にシンプルなんだよね、うん、でみんなに当てはまる、みんなにはまるガラスの靴はないけど、うん、必ず自分に当てはまるはまるガラスの靴があるという感じで、うん、さっき洋平が言ってたような、うん、はい、俺にとっては正解でも洋平にとっては違ったり、うん、逆もまたあったりしながらも、うん、まあなんかなんていうの、最大公約数っていうかさ、はい、ものすごい確率でみんなに会うっていうようなところをすごく掘り下げてきたと思ってて、うん、そういうものをこうなんか紹介できたらなという感じ、うん、まあ、必ずしも例えば洋介さんの攻略法が例えば僕にとって違ってもそれってヒントにはなるじゃないですか、うんうん、あ、そういうパターンもあるんだ、うんうん、じゃあ自分はこうしようっていう捉え方もあると思うんですよ ね、うん、ね、なので今回は結構いろんなジャンルに、まあ、世の中についてとか友達とか恋愛とか仕事とか、うん、まあ、いろんなジャンルにおいてなんですけど、はい、かいつまんでいろいろ聞いていければなと思っております、まあ、答えられれば答えます、はい、一発目なんですけど、はい、いきなりちょっと攻略本チックなんですけど、法則シリーズっていうので、以前、うん、洋介さんとこうお話しした時にバーカウンターの法則で、うんうん、こうバーカウンターでこう対面で向き合うとぶつかっちゃうけど、うん、同列に座ると、うん、同じ目標があっちなら同じ方向を向けるっていう、うんうん、なるほどなって思ったんですけど、そういったなんか
この世の中でよりよく生きるための法則って何か他思い当たるものとかあったりしますか、うん、すごいシンプルなことは本当にちょっとしかないと思う、うんうん、例えば感謝して生きるとか、うん、それがどんな時代でも、はい、どんなことが起こってても、うん、それは必ず良くなるために起こってるっていう、うんうん、例えば世界的に言うとコロナが流行ったとか、うん、じゃあ個人的なことで言うと自分がコロナになっちゃったとか、はいはい、ことも含めてそれはより良くなるために起こってる、うん、で俺この間盗難に遭ったの初めて、はいはい、生まれて初めて、はい、盗難っていうかもはやちょっと強盗だったんだけど、はいはい、まあ道で寝てたんだけど自業自得ってやつですね、まあそうとも そうとも言うんだけどで全部取られちゃったの、ほう、財布、携帯、鍵、はい、金、あ、まあまあ2回言ったけど財布全部取られて、はい、たんだけどやっぱあこれはめっちゃめんどくさかったし、うん、もう事後処理がめちゃくちゃめんどくさかったけど、うん、あこれはきっと何か良くなるために起こってんだなって思うことで何かそれを引きずんないで次の日を迎えられるたのね、うんうんうん、だからあそれは何かそういうふうに訓練じゃないけど、うん、してきてよかったなと思ったことだった、うん、なるほどなるほど、うん、まあ俺が悪いんだけどでしょうね例えば何かしてもらったらありがとうって言いなさいとか、何かちっちゃい時に親とか含め、うんうんうん、まあ、挨拶をちゃんとしなさいとかもそうなんですけど、うんうんうん、ちょうどうちも子供たちにお礼であったり、うん、まあ、ごめんなさいもそうですけど、うんうん、挨拶とかもちゃんとしとかないと長い目で見ると人生的にそれですごい変わるぜっていう話を何かしてたんですよね、うんうん、ガキの頃に挨拶しろとか感謝しろとか言われて腑に落ちる前に身についてたりしてのがやってみると、うんうん、腑に落ちてきて、うん、あ本当そうだなって言って、うん、今の傭兵の言葉になるみたいな感じ でそれは対人もそうだけど、うん、なんだろう、もうさっきも言ったように起こる事柄、うん、例えばそれは対人じゃなくて、うん、対なんだろう、そういう事件とか、はい、まあ、別のものに対してもそういうふうに思えるっていう、うん、もっと言うと、あもう生きてるだけで感謝みたいなのが大前提にあるのとないので、うん、もう本当に大きく違う、変わると思うから、ね、なんか結構不幸体質の人って結構いる気がして、ね、もったいないよね。どこ行っても何あれしても旅しようが何しようが誰かと集まろうがこう何かしらの不満を持って帰る人と感謝を持って帰る人って、うん、それで多分だいぶ人生って変わりますよね。 それってでもさ気持ち一つのさもうここのスイッチじゃん。いやそうですよ ね別に金を支払う必要もないし、うん、時間をかける必要もなくて、うん、そういう考え方にするっていうだけの作業だから、うん、まあそれが実は難しいのかもしれないけど、うんうん、でもなんていうかこうだったらみんなでそっちにチューニングしていけたらもっと素敵な世の中になんのにねっていうのは思うよね。なんかテレビとかがさずっとネガティブなことばっかり、まあ、ニュースとかでもやるじゃん、はいはい、そうじゃないとニュースになんないから、誰々さんがどこどこで財布を拾って届けましたよりも、うんうん、誰かが傷ついてたり、うん、誰かが不幸な目に遭ってることの方を知りたがるっていうその人間の差がかもしれないけど、うん、ああいうメディアって、まあ、前本にも書いたけどメシアとのなんかこう音玉ちょっと似てて、うんうん、で救世主になりうるような媒体でもあると思うんだけど、はい、そっから、まあ、要は川上なわけですよ、うんうん、泉が湧く泉の源泉にかなり近いところ、はい、社会の、うん、でそっからやっぱお物を流すから、うん、その下の我々の方の社会はどん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 汚れていくっていうのの慣れの果てみたいな世の中になってるとは思うけど、うん、でもまあもうそれすらも良くなるために起こってるって、うん、まあ、どっかでリバウンド起こすのか、うん、一人一人覚醒しやすくなってんのか分かんないけど、うん、なんかそういう風に捉えてる、うんうん、レゲエを始めてすごい変わったりとかしました。なんか挨拶とかもなんかいろいろ手でやるじゃないですか。なんかどういう意味があるのか分かんないですけど、なんかこうなんかあるじゃないですか。はいはいはい、なんかそういうのもいろいろ意味があってのあれなのかなとか。うん、でもまあレゲエはヤーマンだからもうシンプルなの結構、はいはい。ヤーマン拳と拳でグータッチ。でヒップホップとかがね結構パン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 ウェイウェイとかやったりしてるけど、俺はもう最近、まあ、ヤーマンもするけどこうやって手出すとさ、よくあるのがさ、こう
ヤーマンみたいな、なんかああみたいな、じゃんけんみたいになっちゃってあ負けたとかなったりとかする、こうみんなあるあるだと思うんだけど、それがあるのがめんどくさいから、もうこうやって近づいてって、おおって言って、そうすると向こうもこうなるわけよ、まあそっちの手で、そうするとこういけて、でハグできるんだ。あ、なるほどなるほど。なんか普通にさ、男同士おおとはやんないじゃんはい、はい、だけどなんかこうそういうなんていうかボディタッチっていうか、うんうん、スキンシップみたいなのが別に変な意味じゃなくて、うんうん、なんかすごいこう交流になるし、うんうん、気持ち伝えたりとか、うんうん、なんかそういうことにもすごくいいなと思って、まあ、みんなと知るわけじゃないけど、うんうん、そういう相手だったりとかすると割とこう、うん、そういう感じになってるね。なんか言葉でうまく説明できなかったり、細かすぎて説明しづらいけど、ものすごく大きい影響があるんだと思う、うん、いやそうですよね、うん、言葉もそうだけど、まあね、妻に愛してるようでも、うん、仲間にありがとうでも、うん、なんかこう言いづらいっていう人多いけど、うん、こっぱずかしいっていう人多いけど、うんうん、やっぱり特に我々はこう言霊ピープルだから、うん、その言霊の力っていうのは、うん、せっかくならね、そうですね、いっぱい使って、うん、で自分も相手もハッピーになってっていう風にできたら、うん、すごいいいって、魔法使いみたいなもんじゃん、うん、魔法だと思うから、うん、そうですね、その言葉の魔法みたいなのはふんだんにね、うん、使っていきたいなと思って。陽平ありがとうねこちらこそありがとうございます窪塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに、紆余曲折、上下左右、急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、窪塚洋介の人生攻略本、2024年1月12日全国書店 Amazon にて発売。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.